まあ、迷惑をかけた方ですね迷惑をかけた方への謝罪だけはしたいなっていうことだけは最初にまず言うべきだなと思って、あとはもう何も考えてないですから。そうなんですね。はい、山口先生とお話しさせていただいて、やはり今日は山口先生と会うべくしてこういう場を設けていただいたんだなと感謝しております。ありがとうございました。改めて人とのご縁の大切さ、そして自分の身に起きるいいことも悪いことも全て起こるべくして起こる必然的なものじゃないかな、そういうものに対してどういうふうに取り組む、どういうふうに受け止めるかということがいかに大事かということを山口先生からお教えいただいたような気がします。今回対談させていただいてお話ししてくださったことをもう一度自分の中で噛み砕いて、これからさらに前進できるように前向きに仕事をしていけたらなと思っております。本日はこのようなご縁をいただきましてありがとうございました。